90億人の人類がいます。これは私たちの海です。健全でしょ。豊かな生命でいっぱいです。こちらを見てください。広いエリアが保護され、漁場は最高の科学を駆使し、持続可能な管理がなされています。漁業は監視され、公平に取り締まれています。有害な補助金は廃止されました。私たちの海は健全で豊かです。しかし、いつもこうではありませんでした。最初はうまくいっていたのに、昔人間は単純な道具を使っていたため、魚の資源に影響を与えませんでした。しかし変化が生じ始めました。海にかかる負担、増加する人口を支えるため、私たちは洗練された漁業を行うようになりました。より多くの漁船で遠方へ行き、多くの魚を取るようになりました。しかも規制と取り締まりが不十分だったため、漁業は過剰になりました。1980年代には私たちも悪化に気づきました。労力を費やしているのに捕獲量は減っていました。魚の資源が枯渇していたのです。警告に耳を傾けず、専門家の助言を無視して過剰な漁業を続けました。有害な補助金が過剰な漁船を援助していました。取り締まりはなされていませんでした。破壊的な漁業は環境に損害を与えました。海はこれらの脅威から保護されていませんでした。問題が認識されると措置が取られ、約束もなされました。しかし約束は守られませんでした。それどころか状況は悪化しました。2012年、私たちはどうしたか。初の地球サミット開催の20年後、世界はリオに集結しました。海は決定的な転換点にありました。魚の資源の 85% は開拓し尽くされていました。世界の海洋の 1% しか保護指定されておらず、効果的に保護されているのはわずかでした。世界の指導者は選択を迫られました。このまま何もなかったかのように続けるのか、それとも過去の約束を守るのか、早急な改善策にコミットするのか。幸い、経済と環境のために正しい選択がなされました。そして海の将来の恒久的改善策が実施されました。解決策と将来、状況は変わり始めました。漁船の数は持続可能なレベルに減らされました。漁場管理は警戒的で科学的になりました。有害な補助金は廃止されました。破壊的な漁業もなくなりました。取り締まりにより、違法操業者は裁判にかけられました。海洋保護区域と特別保留区域が領海と公海で確立されました。こうして2050年になりました。2012年に行動を起こしたことで、海は健全で生産的になり、産物に依存する何十億人もの人口を支えるようになりました。2012年6月を海の改革の時としましょう。